後見機。後見機は東京帝国大学、現東京大学航空研究所が設計し、飛行は大日本帝国陸軍の協力のもと1938年、昭和13年に長距離飛行記録を作った実験機である。もともと本機には名前というものはなく、新聞等で書かれた航空研究所試作長距離機の略称である。 公検機の名が広まり、それが正式名称、正式名称のように使われている。そのため、記録樹立時に制作された記録映画でも、英名は、古典ロング、レンジモノプレイン、直訳では、公検長距離研究用航空機となっている。東京帝大航空研究所は、1918年、大正7年に設立された、航空技術の基礎研究を行う研究所であった。 1932年、昭和7年頃、一部の研究者がディーゼルエンジンを開発して、2年で長距離、飛行世界記録を獲得する計画を立てて、文部省に承認された。後研機の開発は、1933年、昭和8年から和田古六所長のもと、田中慶吉、小川大一郎らを中心に、具体的に始められた。 しかし研究中のディーゼルエンジンはほとんど研究段階であり実用レベルにほど遠いものであった。そこで既存のガソリンエンジンを改造して採用するなど比較的堅実な技術を採用した長距離回記録樹立が検討された。1932年昭和7年12月に設計に関して最初の会議が行われ、1933年昭和8年8月に 基礎設計が始まった。1934年、昭和9年からは、東京ガス電気工業による、計算、製図及び、実物模型の製作による、具体的な設計が始まり、1937年、昭和12年3月31日に、機体製作を開始。4月1日には、 完成した機体が東京飛行場に運び込まれ、4月24日及び5月21日に地上滑走試験を実施。5月25日に藤田雄造陸軍航空兵少佐の操縦で初飛行した。6月から7月まで機体各部の回収並びに点検作業が行われながら試験飛行が行われたが、7月31日の 試験飛行において足引っ込め装置の故障のため機体に一部を損傷。翌8月中に機体を修理して、9月4日に、木更津飛行場に空輸し、燃料タンク残量試験、燃料消費量試験及び10時間飛行を行った。10月にかけて、尾翼の一部の回収と燃料タンクの改造を行い、11月5日に、木更津飛行場において、速度検定飛行を行った。 11月13日、12年度第1次、周回飛行を行ったが、足引っ込め装置の故障によって中断。足操作試験飛行などの実験飛行を行った。翌1938年、昭和13年に1月から3月まで一時作業を中止し、4月20日から各種性能試験を行った。機体の組み立ては、飛行機製作に進出しようとしていた。 東京ガス電気工業が行った。胴体がジュラルミン、主翼や尾翼の動翼部はハフバリとし、ハフバリの箇所は富士議事の発見を容易にするため赤い塗料が塗られていた。主翼内には、主翼の形に合わせた大容量の燃料タンクが左右7個ずつ、合計14個収められ、総容量は7500リットルに及んだ。機体はできるだけ空気抵抗がないように作られ、 支柱や朝鮮のない型持ち式が用いられ、国産機で初めて広範囲にチンシラ病が用いられた。着陸装置、足は引っ込め式。操縦席も、風防を折りたたみ式にして、離着陸時以外は、機体左右の窓を見ながら操縦するようになっていた。飛ー管は主翼に固定されたものと、胴体下部から吊り下ろすものが装備され、それぞれの数値から速度を割り出すようになっていた。 プロペラは、風洞試験での結果をもとに2羽式が選ばれ、当時92式戦闘機などで実績があった、日本楽器、現、ヤマハによって、SW1 型木製によく非方式が製造された。エンジンは、川崎航空機が BMW4 水冷エンジンを改造し、排気弁に外気を送り込んで冷却する、気迫燃焼により燃費を、 原型から20%改善したものが開発され、1936年、昭和11年9月1日から第1次120時間耐久運転、1937年、昭和12年3月27日から第2次93時間耐久運転を行い、いずれの試験もクリアして採用された。食料は長距離無着陸に備え、バナナや サイダーなどの保存性の良い食料が選ばれたほか、パラフィン紙で包んだものや金属チューブ入りの流動食も使用された。周回飛行コースは、木更津飛行場を離陸し、上司、犬吠崎灯台、大田、中島飛行機、大田製作所本館、平塚、当時平塚市役所の近くにあった、航空灯台木更津、 木更津飛行場の中心の一周 401.759km の周回コースを飛行するものであった。各周回地点には目印に白い布で作られた布板が設置され、夜間は発煙信号。実際には現代の紛失花火に誓いを焚いて目印とした。パイロット操縦者は藤田雄三航空兵少佐。副操縦士は高橋福次郎航空兵総長。 機関士は、関根近吉であった。1937年、昭和12年11月13日に12年度第1次の周回飛行を行ったが、足引っ込め装置の故障によって、足が完全に引き込まれず、9時間40分の飛行後周回飛行を中止し、貴さらずに着陸した。1938年、昭和13年5月10日、13年度第1次、 周回飛行が実施されたが、周回飛行中に自動操縦装置が故障。やむを得ず、周回5週10時間21分の飛行後、全重量 8000kg のまま木更津に着陸した。3日後の5月13日、13年度第2次周回飛行が実施された。後見機は午前4時22分に木更津飛行場を離陸。 5月15日までに周回飛行コースを62時間22分49秒で29周し、周回航続距離 1651.011km と1万 km コース平均速度 186.192km 毎時の2つの世界記録を樹立した。それまでの周回長距離飛行の記録が1932年のフランス。 ブレリオ110機の 1601km であった。この記録は日本航空史において国際航空連盟によって唯一公式に認定されたものであったが、翌年イタリアのサボイアマルケッティ SM75 機によって記録は破られる。貢献機の世界記録達成は日本全国に大々的に報じられた。低新章、現在の日本郵政は 1939年、昭和14年に、世界記録樹立を宣伝するために、貢献機を描く普通切手を発行した。ナオトゴ切手は、日本国産の航空機が、初めて登場したものであった。第二次世界大戦が終わるまで羽田で保存されていたが、駐留してきたアメリカ軍により国王機とみなされ、飛行場内にあった鴨池に破棄された。現在も鴨モがあった地点に埋まっていると、 考えられている。貢献機のレプリカは、青森県立三沢航空学科学館に展示されている。荷重試験を行った施設や設備は、東大航空研究所のあった場所にできた、東大駒場の先端がこと、東京大学先端技術研究センターに例、世紀末までは残されていた。なお、同センターの食堂、2階建ての白い建物は YS-11 を設計していた。 輸送機研究会の元事務所で敷地外からも伺える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。